でですね、日本がですね、今日、まあ、日本以外の国もなんですけども、あのレイドアワーがね、やっぱり行われてるらしいです。はい、ということでグラードンがですね18時からですね、うわーっと多分出るんですが、残念ながら私たち土地勘がございませんので、はい、どの辺がですねデュッセルドルフで人が集まるのかが分かりませんのですよ。まあデュッセルドルフの中心中央駅とか行きゃなんか行けんのかなみたいなちょっと、うん、分かんないなって感じなんですよね。動画では紹介していないアローラさんが一匹色違いがいまして、見ていただこうかなと。それがですねこちらでございます。もうボックスがもしかしたらチラ見せね、どっかでしてたかもしれないんですが、改めて紹介させていただきます。色違いアローラゴロコンでございます。さあいロロロロロでございます。はい、これね色分かりにくいんですよね、アローラロコンってね。なんかちょっとだけねピンクっぽくなってるんですよね。あと足元の色がちょっと違う感じですね。はい、これも人気でございます。で、一旦こいつ進化させようかなと。はい、9個いっちゃいます。そうすると多分9個も普通の方の9個の色違いが多分見れるはずなんです、掴んでね。ということでいきましょう、レッツゴー。はい、進化させております、進化させております。はい、卵さんまだねあれなんで、あとベトベッターとかもいるからさ、うん、頑張んないとね。はい、いきました。おちょっとピンクがかってます、かわいいです、いいですね、すごくいいです、いいですね、フェアリー感が増してますね。はい、ちょっとじゃあ図鑑の見てみようか。はい、普通のロコンも図鑑上だとこれで確認ができるようになりました。色違い見てください、こんな感じ。はい、黄色っぽくなるんですね。はい、そうなんです、これ図鑑のちょっとあのポケモン GO の図鑑の仕様なのか、もうそういう風に細かく設定できないのかわからないんですけど、通常の姿とアローラの姿、2種類あって、例えば普通の方の、あ、じゃあレイに出すと普通のライチュウ、色違いのピカチュウってもう実装されてからしばらく経ってるので、色違いライチュウを持ってる方って結構いるんですよね。なんですけどアローラのライチュウの色違い持ってない人っているわけですよ。なんですがこれが普通の方の色違いライチュウを持ってると、色違いアローラライチュウのカラーも図鑑の中だけではチェックができるんですよね。はい、っていうような仕様になっちゃっているので、こんな感じで、分かるようになってます。で続いてじゃあアローラキューコンですね。はい、これが普通のキューコンです。色違いのキューコンになると、よいしょ、かっこいい、黒に尻尾青、これやばくない？ロケット弾感やばくない？これ確かにね、ロケット弾球根って感じがするよね。普通のロコンも色違い欲しいですね。あ、そうだね、マジで欲しいな、これ欲しいな、これ欲しいな。それじゃあちょっとこの辺周辺でですね、またはい、ディグだとか触りつつポケ活していきましょう。はい、来ました、来ました、スパゲッティアイス、昨年に続きアンドカプチーノ、今日カプチーノ2杯目です。僕ね、そうして、じゃあチョコレートアイスがもうほぼパフェですね、これね。そうですね、パフェだな、ですね。でコーヒーとでございます。はい、スパゲッティアイスね、まあ、あの昔ね紹介したんですけど、こちらあれです、あのスパゲッティとは名ばかりで、スパゲッティみたいな感じになってるバニラアイスですね、ここね、下ですね、にこのねワッフル的なやつと、はい、あ、まあ、ドイツのね有名なやつなんで、はい、ぜひ皆様ドイツ来たら食べてください。まあ普通のアイスなんですけどねぶっちゃけね、食感がねきっと違います。そう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 、それくらいですね。いただきます。あ、なんか去年食ったのとまたちょっと違うな、乗ってるなんかナッツなのかな、なんかが非常に食感をね変えてきてくれて美味しいわ。うん、はい、スパゲッティアイスを食っていたらですね、まもなく18時になります。ということでレイドアワーでございます。席からですね一つだけギリギリ触れたり触れなかったりするやつがあって、こいつを一旦調整しようかなと思うんですが、人がね正直ポケモン GO やってる人の限りあんまりなくてですね、怪しいですよ、戦えるかどうか。うわ、スマホ掘りが、うわよし、来た、ゼロ人、マジっすか。でも入ったらワンチャン、一旦待ってみようか、入ってはい、待機中です。お、5人になった、いける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 
CP が俺は弱いかった。2875ですね。2951がマックスだったから確かね。よし、チームの所属、大親友、大英治、レイドバトル参加賞、ボール17個でございます。ありがとうございます。よし、じゃあ開けていきましょう。せーのゴー。どっちかなと。あ、通常からですね。いくつかな。2852低すぎワロタ。今グラードンのレイドに向かっております。たださっき2戦やった後にもう1戦やったんですが、残念ながら成立しませんでした。全然人がおりません。はい、こちらのグラードンが入りますね。はい、まだ0人ですね。奥にいっぱいトレーナーおります。そして、スタートしてたチームレイド、行きましょう。 CP フサ2939、結構強い。これはいい。で、色はどうだと。緑 OK。 ちょっとこれはしっかり加工していきましょう。これ終わったらさっき僕らが整理しなかったところ行ったらいけるかもね。ああ、そうですか。こう下ってって気がするわ、今のこの一段が。ここにももう一個ありました。そうそうそう、入った、一発ゲー。やったぜ。はい、こいつはいくつでしょうかと。 CP 値個体値2939トップヒット。ごめん。え、俺2951って言ってたのさっきね。嘘です、ごめんなさい。え、嘘です。え嘘です。2939がマックスです。カメラを返しなさい。俺待って、俺またやりましたね、山田さん。またやりましたね。ドイツにて 100% グラードン、ゲットだぜ。イエーイ。持って俺の俺が今回持ってきてるやつの中で一番高い機材なんだから、これ。イエーイ、やったー。もう一回見ようよ、ちゃんと。ちょっと、はいはい、トップレベル、ヒットポイント、攻撃、防。それでは、次のグラード行きましょう。大ちゃんね、行きましょうね。はい、くっそー、楽しみましょう。ですね、もう全然成立しねえわ、無理だわと思ってたんですけど、なんか多分駅の方から、デュッセルドルフの駅方面からなのかな、上がってきた団体が、今いまして、その方々と今行動を共にしております。その人らと同じチームに入れば人数がいるので成立するということです。ちょっと2戦ぐらい実はですね、人いなくて僕と大ちゃん諦めたところがあったんですよ。で、そこに明らかに向かってるので、ワンチャンあるなと。ラスト5分ぐらいですね、レイドアワー、そこにちょっと飛び込んで、おそらく終わるのかなと。よかったということで、あと1戦だけ頑張っていこうと思います。チャンスだ、あんまり少しやしいくぜ。倒したかな。よし、CB チェック。いくつだ。ラストだと思う。多分これ以上できない僕らはね。場所的にね。2906かな。はい。ではラストのチェック。赤でした。2900か。で、あ、暗い。調整します。オッケー、オッケー。やったぜドールトムントさん、色違い肉だ、いただきます。イエーイ。レイドアワー終わりました。お疲れ様でした。最後の回になんか集まってたね、日本人のね、こちらに住んでる日本人の、ポケモン GO プレイヤーさんっていうのが結構いらっしゃったので、そういう方にお声掛けいただきました。少しね、追加で回ったりとかしてました。で、今もんなく20時かな、って感じなんで、少しね、タスクですよね、をこなしたりとか、あとこの時間の最後の最終黒卵みたいなやつがね、あと30分後ぐらいに割れるんですよ。で、まあ、ワンチャン人いるかなというのをかけて、少し30分ね、この辺ぐるぐる回ろうかなと。残りはちょっとポケカツっていう感じにね、少ししようと思います。街並みがすごく綺麗なんでね、歩いてるだけでも気分いいので、はい、ということで30分後までちょっと歩きます。20時過ぎ、ジム黄色に変えたんですが、これ人いないね。20時19分の LINE 川、これ成立しないですね。
い、これ並木道がですね、デュッセルドルフの中にあるこの、ケーニヒスアレっていうとこなんですけど、なんか世界で一番美しい、並木道っていう風に言われてるんですよね。まあでもね、意味はわかる、うん、その木々の感じもそうなんだけどさ、この真ん中のさ、そのなんだろう、整地されていてさ、あとそれぞれ彫刻とかもあって、あともうこういうところの街灯とかもさ、結構こだわって作られてるんですよ。そう、もうヨーロッパのおしゃれ爆発しているエリアですね完全にね。確かに、うん、すごいですよね。そう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 、ここでだってさ、ずっとこの並木道をぐる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 回るさ、ランナーとかいても全然おかしくないもんね。テンション上がっちゃうもんこれね。すげえどうでもいいんですけど、お昼ご飯のソーセージ食った時にですね、舌ガリ噛みましてね、すっげえ喋りにくくなってるんですけど、うん、まあいいんです。あと2日間ほど頑張ればいいだけなんでね。はい、並木道歩きながら駅の方に戻りましょう。はい、はい、ちょっと待って、なんかさ、はい、右からさ、そのなんか顔がついてんじゃん。ああ、そこね、全部無骨な感じなんだけどさ、右からさ、1つ目、2つ目、3つ目って4つ目だけなんか様子がおかしいんだけど、なんなんだ、はい、あいつだけ、あいつだな、うん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、帰ってきたのが今22時過ぎかな、もうね、22時です。はい、もう明日のノルトムントにもうイベントがまあ9時ぐらいにね、もう現地着きたいので、はい、だいたい電車で片道1時間ぐらいなんですよ。そうですね、はい、そうで、ドルトムントの、要はその公園じゃなくて、公園の手前のドルトムント中央駅みたいなところまで、が1時間ぐらいなんで、まあ、8時前に出たいなぐらいの気持ちですが、まあ、8時ぐらい、まあ、8時にね、出ましょう。出ましょう、はい、必ず。そうです、必ず出ましょう。8時にホテルを出ます、僕らはね。はい、まあそんな感じでございます。まあデータをまとめてね、安くの方に送ろうと思っております。で、明日はですね、その見どころがドルトムントのイベント会場で出る、まず地域限定のマスキッパ、うん、はい、マスキッパのために、ちょっとボックス開けときましょう、僕らね、はい、あとは色違いの今回からニドランオスがどうやらですね、イベントと連動して実装という発表が、ナイアンティックさんから出ておりました。イベント会場および日本国内でもね、こちら獲得できるとのことで知った。はい、公式でね、出ていた時間が確かね、この辺ちょっと今ピートで出てるんですけども、なんか夕方ぐらいからですね、日本だと17時とかぐらいからどうやら出るみたいでございます。だいちゃん、初めての、ドイツ一日、ちょっとぐるっとマジでいろんなとこ回ったけど、どうでしたか？いや、もうなんか夢夢じゃん、ね、夢ではないですね。はい、なんかでもそういえばなんかシカゴの時のヤス君もなんかちょっとうわーみたいなリアクションすごいよかった。やっぱ初海外、あ、でも初海外じゃないか、そういうのね。初海外ではないですけど、要はこのヨーロッパが初だから、うん、まあ、やっぱそのあれですよね、なんか全然違いますね、なんか全然違いますよね、文化が、うん、文化がやっぱ違いますよね。僕ももう正直なんか何回か来てるとはいえまだ慣れてないんでね。はい、まあとにかくですね、まあ今日は、だいぶまあその観光とポケ活を結構半々ぐらいのねイメージで今日やってたんですが、明日はがっつりポケガスでございますので、はい、明日はいろんなポケモンゲットしていこうと思います。はい、ということで今回この辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私山田の Twitter、Instagram、 またダヨちゃんの Twitter ございますので、よかったらフォローお願いします。はい、それじゃあドルトムントのゴーフェスト編でお会いしましょう。バイバイ。